おはよう。はい。はいはい。じゃあなでなでね。おう、ガンってなっちゃった。ポンちゃん。カオリン。ここまでカオリンをご覧の皆様にはもうお分かりの方もいるかもしれませんが、カオリンの一つの特徴としてですね、この尻尾です。尻尾がこっち側に曲がります。というかここでね、こうぐにゃっとなってるんですよね。内が上にね、下にもでもちゃんと関節があるからあるけど、こっち側にこうつく子は割と少ないかなと。昔チョキという猫がペタってついたのね。カオリンはここで少しカーブしてこうなってるけどね。でこれがピンと尾を立てて歩くときとかに こっち側に鋭角に曲がっているので可愛いですよ。カオリンちゃんの場合はこのようにですね、ケージの入り口付近ではかなりいろんなこのような撫で方をしても大丈夫です。ただケージを出てからですね、撫で撫でをするときに比較的マオイママがやるときは、反抗的な態度は取らないんですけれども、クロケンの場合は背中を撫でていて頭にちょっと触れると噛んだりします。この噛むについては力が入っていない、まあ、子供なのでね、力加減がまちまちですが、本気ではないんです。それと、その後に何だろうな、いいボクサーがやるようにですね、ワンツーパンチ連打ですね、噛んだ後に、右左っていうフックが飛んできます。これも、本人はそんなに強くやってるつもりはないんですが、この爪がね、爪が伸びちゃってます。はい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 、まだこれはもう過去のいろんな子も共通でしたが、慣れてない時には爪を切ることができませんので、小さな爪が出ちゃってるのを、浴びることにはなります。これも本気じゃないんだよっていうのが、皆さんに伝えたいところなんですけれども、譲渡会にもし連れて行ってですね、かわいいねって言ってお子さんとかが指を突っ込んだ時に、もしもカプッといった時に、びっくりして指を引いたりするとそのままざっくりいくこともありますので、これはちょっとした事故になってしまいますね。あとは、まあカオリンの方が気づかないうちにこういうとこ触ったりするとパンチが出ることがありますので、まず譲渡会でそういうことがあると怖いなというところですね。で万一、まあ、他の子たちの例としては譲渡会のケージの中でうずくまって、まあ、後ろを向いてしまったり、する場合、これはよくあることなので、まあそうね、人気が出るか出ないかというところではその態度を取るとあまり出ないんですが、まあ、この真っ白の
可愛い猫であることによって人気は出ると思うんですよ。で、里親さんがもし決まったとします。その里親さんのところでですね、カムとかパンチとかが、本来悪意はないにしても出てしまった時に、あまりそういうことの経験を持たれてない人は、びっくりすると思うんですね。びっくりして、怖いと、または自分はこの子に好かれてないっていうふうに思った時に、トライアルから帰ってきちゃうっていうことも考えられます。そんなことがないようになるまで、頑張りたいのですが、で、まあ、何度も言っていますが、我が家は引っ越しを控えています。あと1ヶ月しか猶予がないのでですね、その間に、譲渡会に、もうね、次の譲渡会は1週間後になってしまうので、それはもうおそらく無理だろうと思っているんですね。かなりのリスクを背負わなきゃいけないので、このカオリンのためにはならないかなというところがあります。これについて今日ですね、保護主さんが我が家に来ていただいて、いろんな打ち合わせをしようかなと。一番、考えられるのは、第一候補としては、早めのうちに里親さん、あ、里親じゃない、保護主さんのところですねに、戻して、そこでもう一回、一度、少し戻っちゃうと思うんですよね、シャーシャーがね。でも、そもそも保護主さんのところにいた子ですので、その環境は覚えていると思います。なのでいい子になるのも割と早めになるかなと。で、その後、そうですね、僕たちの方は、直接のお手伝いができない分だけ、インターネットとか、あとはお届けの時にね、なんかお手伝いができればっていう形を、取れると思いますので、間接的なお手伝いをしていこうかなと、そんなような話に、今日はなると思います。そこでですね、あんずちゃんはどこ行ったかな、見ないね、上にいるのか。じゃあちょっとあんずちゃんの話をするから、カオリンは外出ていいよ、遊んどいで。カオリン、カオリンあ、カオリンはいるんだ、そうじゃなくてあんずちゃん。じゃああんずちゃん不在のままあんずちゃんの話しますね。あんずちゃんに関しては2度の譲渡会で、心が傷ついてしまったようでですね、我が家ではまず黒犬に対してはちょっと怯えている状態がまだ続いています。まあ、撫でさせるときは撫でさせるんですけれども、ちょっと不安定ですね。でこれからちょっと、もっとベタベタ甘えさせてですね、元へ戻そうとしているところですが、やはり譲渡会には向かないと、向かないっていうか、もうこの状態は連れても行けてないのでですね、前回1回、それによってお休みしました。ということで、このあんずちゃんも、まあ先ほどの引っ越しの、期限との兼ね合いで、里親さんの、里親さんじゃない、はい、保護主さんのところに、一度お戻しということになります。このような形になってですね、とてもなんか無責任な、行為になってしまうことは大変残念だし、申し訳ないと思うのですが、どうしてもその引っ越しというのは、取りやめることができませんので、保護主さんにはごめんなさいをしてですね、また保護していただくということになります。こちらの方の保護主さんも、あんずちゃんの方ですね、の保護主さんももう大ベテランですので、さらには、行った先にはたくさんの猫がいます。うちででもですね、ジャン君やポンちゃんと、それなりにうまくやっているあんずちゃんですので、そちらの方がいいかなというところではあります。
今の一連のお話が、まあ第1案ですが、第2案これはとても薄い話ですけれども、引っ越し先が、猫4匹大丈夫という、珍しい物件がもしあったらですね、みんな引き連れていくということも考えられます。ただ、日々の生活で4匹の猫を育てるだけの経済力はちょっとうちは、厳しいと思いますので、その段階において、里親探しをするということですね。まあ、未来的にすごく、人慣れしてですね、誰が来ても、甘えるような子になれば、まあ、譲渡会ということも考えられるんですが、今までの経緯を見ている限りでは、そうね、インターネットでこんな子だっていうのをできるだけこうアピールしてですね、それを見ていた、いただいた上で、里親になった時にまた一からですよっていうのを飲んでくれる方、それをちゃんと予測して、自分なりに消化していただける方ですね、に出てきたね。あんずちゃん、あんずちゃん大丈夫？はい、あんずちゃん、あ、ほらね、あんずちゃんは黒犬はあんまりなささせてくれないのね。お願いします、お願いします、お願いします。あ、でも良くなってね、少しはね、という形でですね、まあ奇跡が起きれば、我が家で飼うということもありえるんですけれども、第3案ですね、それは、引っ越し先が4匹 OK な上に、ある日とても、素晴らしい仕事が舞い込み、毎日の生活が安定した場合、または宝くじにでも当たった場合ですか、というようなことになります。はい、綺麗だね。暗いところにいるとカオリンは本当に綺麗だね。はい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 、あーちゃん、はいはい、はい、この尻尾をご覧ください。この角度です。